義実家で琴音と雑談中。子供がウィーン欲しがっちゃって困るわ。今そんな余裕ないし。とか聞いた。で、私も結構高いですもんね。私も欲しいんですけど。なんて答えておいた。それから数ヶ月、お金を貯めて、念願のウィーを買いに行った。ソフトを選んで、本体も買って、ホクホクと帰ろうとしたら、琴音にばったり。あら、お買い物？そうなんですよ。と言った。琴音、興味津々で。何買ったの？と覗き込んできて、ウィーを見つけると。え？買ったの？わあ、ごめんなさいね。こんな高いもの。でも琴音子喜ぶわ。嬉しい。と超笑顔。琴音、兄弟の末っ子長女。しかも、ちょっと歳が離れてるため、ナチュラルに、プレゼントだ。と思ったらしい。思わずポカーンとして。あ、いえ、これは私用です。と言うと、悲壮な顔で。え？そうなの。でも琴音子が欲しいって。どうしよう。琴音子になんて言ったらいいんだろう。と、しょんぼり。あーはははは。なんて言うも何も、言わなきゃいいじゃないですか。頑張って、お金を貯めて買ってあげてくださいね。これは私のです。って叫んでしまった。そしたら琴音。え？とうろたえて。でも、うちじゃ買えないから。動物の森やりたいって。と上目遣い。思わず、バカか、と言い捨てて、そのまま琴音を放置して帰った。夫に、琴音から泣き言メールが来たらしいが、常識で考えろ、と返信して終わり。つうか、余裕なくたって、何ヶ月か貯金したら買えるだろうが。